さあ現在市宮選手どうなってるんでしょうね。ホセ V、 ゴンザレス VS 市宮選手ですよね。サブカメラで今や行われている試合ですけどね。さあ先行河野選手60スタートからですね。140ですね。選手もね停滞気味ですけどね。最近きっかけをね掴んでほしいですよね。優勝した経験もあるわけですからね。河野選手ちょっと今腕の振りをだいぶゆっくりしてますよね。以前よりは前もうちょっと振ってたんですけどね。ゆっくり腕を使うようにしてるんじゃないでしょうか。前に比べるとですね。さあ140ってきました。長時間視聴していると映像とコメントはずれる場合があります。お手数ですが再読み込みをしてご確認くださいだそうです。グループいいんですけどね。さあ60から来ての28アレンジ、そして恐るべし浅田聖人、恐るべし安定感、恐るべしスーパーロボット。まあここまで安定してるとですねもう手のつけようがないですよね。ゴンザレス強し、なんとゴンザレス市宮広人を下しベスト8進出ですね。さすがですね。やはり優勝候補の一人に数えられているゴンザレス強いですね。まあ、ロボットですかね。浅田聖はロボットに勝つためにはどうすればいいんでしょう。さあ河野選手もね3年前の開幕戦で優勝はしましたけど、それからですね
ミスがですね、こういう横振れが多いですよね、河野選手、どうしても。はい、ぜひぜひですね、リアルタイム速報をご覧くださいね。かなり使い勝手が良くなってますんでね。さあここでセブンで巻き返したいところですけどね。さあ予選の結果もね見やすくなってるんでね、ぜひね、大会速報ページをご参照してほしいですね。さあすかさずベットですね。もう全くつけ込む隙を与えません。
さあベスト8、男子ベスト8、畑野千原選手来ましたね。そしてジュリオ、高橋文樹選手、樹徳大志来ました。で新垣ざまの勝者と天狗、それと山田選手ですね。すると浅田誠也選手ですね。これ勝った方が山田選手との、勝った方が山田選手とになるんですよね。さあさあ勝者が山田選手とベスト8で当たることになります。さあ河野選手、一矢報いたいところですね。浅田選手も人間です。粘れば狂いも生じます。さあ加点に行くのか。さあしっかり加点して、さあ浅田誠吾に一矢報いすることができるのか。そうですね、土曜日開催ですね。そして今日はサマーフェスト、ビッグラン、河野勇輝ビッグラン、そうですね、30対30、浅田誠吾をキープするのすら難しいってことですね。さあここ大事な 0-1 ですね。ブレイク是が非でもやんないといけないという厳しい展開、厳しい状況ですね。河野勇輝、ナイスワンフォーティー。浅田選手この辺うまくなりましたよね。20からの打ち替えで19を狙う、なんか気持ち悪いぐらい眺めてますけどね、気持ち悪いぐらい食べ物を今食い入るように見ていた筋骨が面白かったんですけど、ね、
さあまだいける。さあ浅田誠吾選手、さあここですね、ここ180が欲しい。久々にこれはブレイクチャンスを訪れました。さあこれは重要な3と、そっちから行った。101か、101、浅田聖吾にとって101とは。朝飯前、さあ浅田聖吾前じゃなかったぞ。これは河野選手ブレイクチャンスが訪れた。河野勇輝にブレイクチャンスが訪れました。決まった。浅田聖吾で 0-1 でブレイクされたの僕初めて見ましたね。あ、初めてじゃなくてここ最近久々に見ましたね。浅田聖吾なんと 0-1 でブレイクですね。ブレイクを許しました。これは面白いことになりそうだ。大野勇気が番狂わせを起こせるのか。ナイスですね。久々に大野勇気がのし上がるのか。うわー、このコークはもったいない。浅田ロボに不具合じゃないと思いますけど。バント、カバーライン進路、カバーライン進路。
ッグラン、浅田聖吾だけにビッグラン、感じですね。さすがですね。3本使った。さあもう一回できるのか。いやー寄らず。河野ゆうきの夏は終わった。河野ゆうきの夏は終わった。河野ゆうき椅子を持って帰れ。この雪コンクリートの破片を持って帰れ。パシフィコのコンクリートの破片を持って帰れ。いやー強かった。浅田聖吾河野ゆうきの快進撃を止めました。